ひょっとこの曲ニンバと、あとは石岡、まあ、茨城では結構有名なんですけど石岡林って言われるニンバがちょっと笛が違いまして、まあ、その辺の聴き比べというのは、ね、面白くてちょっとやって聞いてほしいなと思いまして、ちょっと、演奏させていただきます。ちょっと太鼓は和太鼓団体の人たちの中でやってる、若菜さんの、斉藤慎介さん、あと斉藤飛鳥、斉藤夫婦にちょっと太鼓をやってみます。よろしくお願いします。じゃあまず水戸から、はい、水戸の、ひょっとこを聞いてください。水戸だけじゃなくてね、まあ、若菜大と、ひたちなかとか、まあ、水戸近辺で演奏してるんですけど、もともとこのお囃子って、水戸にはなかった曲でしてね、やっぱりこう、石岡方面が本当はひょっとこを結構やってまして、それがどんどんこう水戸に来るうちにだんだんお囃子が変化してきまして、お囃子もね、みんな、今みたく CD とか YouTube とかないんで、聞いて覚える方が多かったんですよね。でだんだんこう口伝えで聞いていく伝えていくうちにどんどん変化していくんですけども、まあ、それがお囃子の面白いところでもあります。はい。